米女子ゴルフ全米女子オープン選手権第3日1日ランカスター CC イコールパー70。動画笹生のバンカー越え超絶アプローチ2021年大会覇者で3位から出た笹生優香は69で回り通算2アンダーの首位と3打差の5位に後退したそれでも17番パー3でスーパーアプローチを披露してパーセーブするなど随所に好プレーを披露した 笹生の17番パー3の第1打はグリーン右バンカーのさらに右ラフへ。バンカー越えの第2打は、右エッジから5ヤードの距離の狭いサイドに切られたピンを狙う、とてつもなく難易度の高いショットを要求されることになった。ここで笹生は高い球でバンカーを越えて止めるロブショットを選択。ウエッジのフェースを開いて大きくスイングしたボールはふわりと真上に高く浮き上がり。 グリーン右カラーに落ちて転がり、1メートルによるスーパーショットになった。テレビ中継で解説を務めた元マイツアー賞金女王の岡本彩子氏は、うわぁ、うまいわ、これは、最高、すごいですね、すごい、と驚嘆し、すごいを連発。これは佐藤選手にしかできない技。プロもみんな真似たいショット。何回も映してもらえるところが凄さを物語っている、と惨事が止まらなかった。 難なくパーパットを沈めてボギーを免れた笹生のプレーには SNS も「笹生さんすごいな。ワンダフル。どんだけ練習してんだろう。尊敬します。」と称賛の声が寄せられた。この日は66をマークして通算 3, 3アンダーで首位と2打差の4位に上がった渋野日向子も好プレーを披露。特に14番パー4で縁に止まって10秒後にカップインしたバーディーパットは渋子の10秒。 として話題を集めたが、日本選手がスーパープレーを連発する一日となった。